ージョン TV 始めました。モンスタージョン TV、 元気があれば何でもできる、元気があればウルージになれる、そんなあれだわ。いいんです。それやっていきましょう。今回でございますけども、ワンピースの最終話、これが意外と第1話で描かれていたところ、この伏線を回収していくのではないのかという件についてお話をしていきたいなと思います。最終話ってどういう風になるのかなっていう風にね、みんな考えるわけで、これについてはいろんな議論があったわけでございますけども、一つ僕が出しているものとして、まあやっぱ最後は宴をするんじゃないのかっていう風に僕は考えております。やはり戦いの後といえば宴っていうね。で、やはりワンピースにおいて僕すごく好きなシーンっていうのが宴のシーンなんですね。いろんな流れがあって戦って、で最初はね、なんかちょっと自分のこと嫌っていたんだけども、最終的には味方になっていった人たちね、そういった人たちとの絡みっていうのもまたいいわけじゃないですか。まあイガラも最初は敵だったんだけども、最終的には味方にっていうのもそうだし、で魚人島の右大臣たちもそうなわけじゃないですか。かなわんわーっていう風に言っていた流れとかね、なんかすごくそういったシーンで僕好きなんですよ。でやっぱワンピースといえば戦いからの宴っていうのが基本だと思います。でワンピースは今常に戦いですよね。それというのがもう巨大な敵がいるわけでございますから、それを倒すまでこの戦いっていうのは終わりません。でそれを倒した後じゃあどうなるのって言ったら、じゃあ海賊王になったね、あのグランドライン制覇した、この海を制覇したとかっていう風になったら、その後どうすんの、グッと言っちゃうんじゃないのっていう風に僕はやっぱ思います。じゃあ、そういう風に宴が来るのであれば、それどこでやるのっていうところなんですね。ここに第1話で出てきたまさかのあの伏線が来るのではないのかなんて思います。それについてまとめていきましたんでね、お話ししていけたらなと思いますけども、まずこれで重要になってくるのがマキノでございますね。ルフィ君は1話でマキノの酒場で宝払いで食べているんですね。宝払いで食べていて、それに対してシャンクスが、出たな宝払い、お前そりゃ詐欺だぜっていう風に言っているわけでございます。でそれに対してルフィ君が、違う、ちゃんと俺は海賊になって宝を見つけたら金を払いに来るんだっていう風に言っているわけでございます。ルフィ君は、まあ、そもそもしっかりと約束を守る男でございますし、で最終回でしっかりと宝払いをしてマキノン酒場へと戻ってくるのではないのかっていう風に思うわけでございます。マキノン酒場に来て、そして宝払いをそこでしていくってなるとだいぶ熱いよね。で実際マキノンさんはこのルフィ君の発言に対して、ふふ期待して待ってるわっていう風に言っているわけでございます。で実際マキノンさんっていうのはこの酒場だけではなくて、まあ、いろんなところでルフィ君たちの助けになってるわけでございますね。まあ一つはコルボ山でね、ルフィ君とエース君、サボ君たちがお世話になってね、服をもらっていたりとか、そして挨拶の仕方、常識っていうのも教えてもらってるわけですよね。だからすごく牧野さんにはお世話になっているんですよ、日頃から。だからこそのこんなにもお世話になっている人との約束っていうのを、まあ、破るのかって言ったらそんなわけないですよね。返すべきものはしっかりと返しに行くっていう風にやはり強く思えるわけでございます。そして面白いのが牧野さんの酒場の名前でございますね。それというのがパーティーズバーでございますね。このパーティーっていうのが意味合いまんま宴でございます、ということでこれを直訳していくと宴の酒場になっていくわけでございますね。だからこその最後の大宴っていうのはシャンクスとルフィ君が出会ったこのワンピースという物語が始まった町、風車村の牧野さんの酒場で大人になって海賊王になったルフィ君が戻ってきて宴をして、牧野さんにやっとこの宝払いをするっていうような流れが来るのではないのかなんて思います。もしもこういった最終回だとしたらもうすごいハッピーじゃないですか。やっぱ宴をするっていうのは、まあ今僕が冒頭でお話しした流れとかを踏まえていっても来るじゃないですかね。間違いなくこの宴っていうのは来ると思います。でそれをどこでやるのっていうところなんですね。やっぱそこがめちゃくちゃ重要だと思います。しかも何が面白いかって、先日放送された番組でございますね、ワンピースバラエティ海賊王に俺はなる TV
で、三村さんが最終回はしょぼい伏線回収しそうだ的なことをね言っていたんですけども、まあしょぼいとかっていうわけではないんだけども、ただまあそのシンプルっていうところではね、ルフィ君が1話で一番最初に言ったこの宝を見つけたら金を払いに来るんだっていうところで、まあイコールルフィ君はその宝払いをね死に風車村へ戻ってくるっていうような、まあ伏線としてそういう風に考えていくと、まあだいぶ面白いなと。これが最終回でね回収されるとやばいよね。最初の第1話でルフィ君が言ったこの言葉が最終回で回収される、だいぶ面白いよね。だから三村さんの言っていたこのしょぼいってわけではないんだけども、ただもう超シンプルじゃないですか。でもそこを拾ってくるのっていうところでは胸熱だよね。そこにロマンがあるよね。僕はそういう風に思います。でね、この番組すごい面白かったんですよ。マジで面白くて、で大体なんかこういった番組って何でしょうね、深夜になんか2、30分ぐらいやったらいいとこなんだけども、1時間ぐらいこれありましてね、すごい豪華だったんですよ。1時間まるまるワンピースの話よ、ね、テレビクオリティで超楽しくない？もう本当にね最高の番組来たなっていうね。でも毎週やるのかなと思ったら若干離れるんだよね。1ヶ月ぐらい離れてんじゃねっていうぐらい、あの次の放送まで期間かかってるんで、まあそれはね1時間も番組あるし、でコロナの流れで撮影も難しいからね、まあ自然と時間かかるのは分かるんだけどもね。だけども毎週やってほしいなっていうふうに思いますんで、皆さんぜひともねこの番組チェックしてほしいなと思います。でそれでみんなでチェックをして盛り上げていったらね、毎週これがやってくるんじゃないですかね。なんかそういったような展開すごい期待したいなと思います。でやっぱねワンピースを好きだっていう芸能人の方って相当いるんですよ。本当にたくさんいて、公表している人もいれば、あの別になんかこう公表するタイミングがないだけでワンピースめっちゃ好きっていう人って結構いるんですよ。本当に。だからなんかそういった人たちがもっともっとね、あのその番組でピックアップされて、実はみたいな、あの好きなんだっていうのがもっともっとみんなに知れるみたいな流れがあるとすごい面白いななんて思いますけどもね。でいつかはなんかそこでテレビと YouTube の融合みたいな、今ってあのこのワンピースの番組っていうのは後でネットで公開されるんですね。でその中で未公開シーンとかっていうのも公開されるんですよ。まあネットとテレビの融合っていうのがそこで見えるわけで、なんかさらには YouTuber 勢とこの芸能人勢っていうのがなんかワンピースの話をするみたいな、そういう風になっていったらすごい面白いななんて思いますけどもね。多分いつかはそうなると思うんですよ。あとはそのコンプラの部分というかね、あの YouTuber をどういう風に扱っていくのかとかっていうところがクリアになっていけば面白い感じになるのかなっていうね。あとは結局誰がやるかっていうだけじゃないですか。テレビ側もどこが先にやるかっていう話なだけだと思うんでね、あのサクッとやれたらすごい面白いと思いますけどもね。今他でその万有さんとかもうあのテレビに出始めたりとか、その事務所太田プロの方に所属していってやったりとか、なんか YouTuber がそういう風に進出していくっていうのが多くなっているんですよ。だから今まではテレビ離れからのネットに流れるのがちょっとなって言ったような懸念もあったと思うんだけども、実際もうそれって今あんま合ってないようなものだと思うんで、逆にネットにいる人たちをテレビに引き込むみたいな、そういった動きが活発化していけば面白いなっていうね、それの一発目ぶちかましていったのが太田プロな感じはしたんで、ここからなんかもともとそういったような展開になっていくと、なんかもうテレビも若い層もいっぱい見ていくみたいな、なんかこう二つともあたりじゃないですか。我々はやっぱテレビで育っていったんで、なんかそういった形でネットも全部融合してなんか面白い感じになったらもう最高だなっていうふうに思うんでね、なんかそういった流れにどんどんなっていけばなっていうふうに僕は願っております。むしろだからあとはね、なんかほとんどもクリアできてると思うんで、あとはやるかやらないかっていうところなのと、まあ実際新しいものは怖いじゃないですかね。えなんかテレビでそういう風に YouTube 扱っていくのはいいんだけども、結局はそれでなんかネットへ流れていくんじゃないのかっていう懸念もあると思うんだけど、多分流れていくことはないと思いますよ。もうだってみんなネットやってるじゃないですか。ネットやってるんで、だから逆にネットで収まってる人たちを、なんかテレビあんまり見てないよという人たちをこっちに引き込んでいくみたいな、なんかそういったような動きになっていくと超面白いななんて思ったりします。とにかくこの番組はねすごい面白いんだよね。ぜひともみんなチェックしてほしいなっていうふうに思いますし、あのもっともっと盛り上げて週一で週一でやれるところまでなんかいてほしいなと思いますね。本当にこれは面白い。見逃した方はまだネットでやってんのかな、ちょっとそこら辺の情報わかんないけどもね、少なくとも放送終わって見逃し放送でね、翌日とか余裕で見れたんで、僕の場合はねなんか夜中にこれ放送してたんで、その時間ちょうど寝てたんですよ。でなぜかその1時間後ぐらいでバッと目が覚めて、あーやべーみたいな感じで、ね、ネットで見たら普通に見れたっていうことでね、すごい良かったです。でネットもそれ公式のやつ
か何でしたっけ、もう頭の中がもうソフトオンデマンドでいっぱいだよ。ただの変態じゃねえかな。覚えてねえけど、出しておきますんで、文字で、お願いします。SOD じゃないよね。 SOD いいよね。ということでね、何の話だっけ。なんか俺ね、脱線するとね、本当ね、あらぬ方向行くんですよ。あらぬ方向に行って本題忘れるんだね。ああ思い出したわ。最終回どうなるのっていうね、そういうところでございます。なんか今頭の中でずっと三村さんの雑雑の実がね、流れてるんだよね。雑雑の実っていう。なんか俺それも思ったんだけどね、やっぱ雑雑もクソも関係なくて、ワンピース好きだったら俺ほんとそれでいいと思うんだよね。で、結果的にだって、このなんかしょぼい伏線を回収するっていうさ、ところに至ってて、で、まあ、そのしょぼいは表現じゃないですか。もう表現の一つだからもうどうでもいいとして、そういったシンプルなところを回収していく。で本当にそういったところを回収していくのがワンピースなんですよ。だから、そういったところにたどり着いたということはもうそれだけでもう大ファンであるのがわかるわけじゃないですか。だからなんか、雑雑の実もね、それもまた物の表現とかネタとしてね、面白いなと思うんだけども、ただ、ワンピースを好きだっていうことに対して、なんか、知識量とかどこまで覚えてるとかってのは俺本当関係ないと思いますからね。そこら辺はもう好きであればみんな同様に、平等に同じファンであるっていうふうに僕は思ってるんでね。まあだからこそ本当にあの番組は超面白かったね。面白かったし、その愛が伝わってくるしね、三村さんのそのご自宅にあるフィギュアとかもすごかったしね、なんか最高でした。今後もこういったような形でね、もっともっとなんか盛り上がっていってほしいなっていうふうに思いますし、我々もね、ワンピースのファンっていうのも、なんかその新たにね、これでテレビでそういった形で放送されると、もっともっといろんな人がワンピースを知っていて、見ていって、新しい世代の人たちが見ていくんだけども、もうウェルカムでね、そういった新しい仲間たちをみんなで迎え入れるようにね、そういう風にしていけたらなと思います。自分が好きだと思った瞬間からファンなんで、にわかもクソも関係ねえから。ね、知識量なんてほんと関係ないと思うんでね、そこら辺はもうなんかワンピース好きだっていう人がいて、で、あんまりまだまだ深く知らないのであれば教えてあげればいいじゃないですか。ね、それでいいと思いますよ。俺のスタンスはそれです。俺のこのチャンネルは、俺がなんか考察すげえぜみたいな感じで、ひけらかすようなね、チャンネルではなくて、ワンピース最高じゃねとか、自分の好きな作品をみんなにおすすめして、みんながハマって、さらにみんなのおすすめを俺が聞いて、一緒に情報シェアして、こう、盛り上げていく、盛り上がっていく、好きな作品をどんどん増やしていく、なんかそういったようなチャンネルなんで、ね、みんなでそういう風に新たな仲間をどんどん引き入れて、そして、もしも自分がもっと、その人よりも知識あるのであれば、教えていって、もっともっとワンピースにハマってもらいましょう。OK ですか？ということで、今回の本題でございます。だいぶそれましたけども、最終回、この宴、牧野さんの酒場でやるのではないのか、という件について皆さん思うところをぜひともコメント欄に書いてくれたらなと思います。 OK ですか？それではさんになります。グッドボタンとチャンネル登録ボタン、あと実写チャンネルもございますので、こちらも登録よろしくお願いいたします。 OK ですか？それではじゃんけんタイムいきましょう。最初はグーイングザーシットでパーでした。また次回お会いしましょう。 See you next time。